はい、えー、おはようございます。えー、生田君彦です。お久しぶりですね。お久しぶりなんですけど、んいや、なんでもです。えっ、ー、と、今回ね、武器紹介ということで、まあ、えー、何を紹介するかというと、M39EMR。まあ、待望のね、M14 ということで、フロートですね。M39 のフロート。まあ、これがね、なんとも言えん性能をしているんでね。まあ、とりあえずこれを使ってみましょう。えー、まずはノンアタでね、行きましょう。 なんかね、前はあっちの方で沸いてくれたんであそこまで走ったんですけど。最近こっちで沸かされちゃうんですね。ここ暗いんであんまり良くないんだけど。まあしょうがないか。で、えー、この白線。ここ。まあまずは、えっ、ー、と、ADS してね、撃ってみましょう。とまあこんな感じですね。いやー、跳ねますね。 じゃあ、えー、いつもの通り、えー、画面の右側にね、えー、ステータス、スペックの方をね、出しております。いつものサイトです。ね、あのー、詳しく知りたい方はね、ここに出してる情報っていうのはほんの一部分なので、詳しく知りたい方はですね、あのー、サイトの名前でぜひググってみてください。なんて読むんですかねシムシックシムシックわかんないです。<laughs> じゃあ行きます。えー、最大ダメージが43。最小ダメージが25。 えー、威力減衰開始距離が20メートル、威力減衰終了が50メートル、ファイヤーレートが 650rpm、えー、速が550メートル毎秒。で、マガジンは20プラス1の21発ですね。と、まあ、これがね、まあ、超基本的な性能になるんですけれども、ここをあの、ここでま、特筆すべきところ、650rpm っていう、えー、ファイヤーレートですね。これは、え、増えるに続く、 2番目に速いファイアレートになります。なんでね、あの43の攻撃力を650でドドドッと相手に叩き込むっていうことができますね。これは結構強いかなと思うんですが、あの弾速がね、550メートル毎秒。これはちょっと不思議で、まあ前回のパッチでアップデートが、アップデートで、えー、バトルライフルは、えー、全部共通で700メートル毎秒弾速がそうなったんですが、この銃は550メートル毎秒。 だそうです。まあ、別に遅くはないんでね。まあ、全然使っていける。弾速なんですけど。あ、なんでなんだろうなっていう風にちょっと感じる。感じますね。で続いて、えー、リロード。えー、通常リロードが2.4秒。エンプティリロードが3.45秒。絶対に打ち切ってはいけない。なんだこの遅さ。ね。 バトルライフルっていうのは基本的にはリロード早い武器種だったんですね。リロードも早い、弾速も高い、えー、威力も高い。まあ、いろいろ揃ってるなと思って私ずっとこれが最強だと信じてるんですけど。失礼しました。えー、2.4っていうのは、まああの、1秒後半のね、リロードタイムの銃がいろいろある中で2.4っていうのは結構遅いんですけど、それにもましてこのエンプティの遅さ3.45。 これはね、相当やばいです。とりあえず打ち切ってはいけない。まあ、幸い、幸いというか、まあ、当然なんですけど、あの、奇数ね。段数って奇数なんでね。あの、プラス1があるんで。あの、2発ずつ撃って、今最初1発しか撃たなかった、まあ、ここで止めると。これなら2.4秒でなんとか済むよと。最後まで撃ってしまうと、おっそとなる。 えー、とりあいというわけなので、あの、打ち切らないように気をつけましょう。で、問題のリコイル。これを見るとね、相当跳ねるなっていう印象あるかと思いますけれども、まあ、それは今、ノンアタだっていうのも、まあ、あるんですけど、まあ、それにもましてちょっとね、めんどくさい項目がありますね。えー、リコイルアップ。上ハンドが0.9、左ハンドが0.35、右ハンドが0.28。ここまで聞くとね、あ、なんだ、なかなか素直なバトルライフルじゃないかと。 若干左強いなと。そういうふうに思うと思うんですが、あのー、ファーストショットマルチピラー。まあ、要するに初段反動倍率。というふうに訳されてるのかなあのー、何かというと、初段にかかる反動の倍率ですね。まあ、そのままなんですけど。<laughs> これは、あの、他の武器種だと、まあ2とか、2後半とか、ものによると3ぐらいまでいっちゃうのかなっていう、 値なんですけど、そこ行くとね、バトルライフル、特にこの M39 でも1.3で小さいじゃないかっていう話になるんですが、それはね、あの、他の銃の上反動が0.9とかないからなんですね。だいたい0.3とか。強くても0.5、0.6ぐらいで。それに比べて0.9どころが1を超えてしまうようなバトルライフルっていうのは初段反動倍率が高いと使い物にならないので、あの、この数字っていうのは低めに設定されてるんですね。まあ元が高いから、ここはわざわざ、 高くする必要はないよっていうことなんですが、あのー、M39EMR のこの初段反動倍率っていうのは1.3なんですね。1.3。で、FL が1.2、SA58 その他は1.1なんです。この銃だけね、高いんですよ。この初段反動が。なので、あのー、まあ、運用してて感じるのは、初段狙っても、 この、一発目のリコイルができないと、もうずっとこう、あさってのところに飛んでいってしまう。そういう印象の銃。なので、まあ、ちょっとね、うーん、使いづらいかなと、いう感じはしますね。はい。で、まあ、えー、そんなところですかね、あの、気になるのは。であの、精度とかはね、あの、まあ、普通によくまとまってます。 スプレッド、えー、拡散増加値が0.25。拡散の減衰が20。ADS の、えー、この状態だと精度は0.15なんで、ね、非常に高いです。ちょっとね、あの、FL よりの、まあスプレッド関係の設定になっているので、ちょっと FL 暴れすぎるなって時に、こう、なんかこの銃でっていうのがもしかしたら狙いだっ たのかもしれないんですが、ちょっと中途半端になってるかなと。ま、あ強いんですよ。強いんだけど、やっぱりその、他のバトルライフルと違う暴れ方をするっていうのが若干問題になってます。うん、さてじゃあ、えー、アタッチメントをどうしようかという話なんですよ。 あのー、問題がここにもあって。ね、なんか、え何これって思うでしょなんかおかしくないかと。バトルライフル、喫水のバトルライフラーならここで気づくんですよ。なぜかというと AP トレーサーがない。AP トレーサーがない。拡張マガジンもない。当然ストックもない。何つけんだと。ね、あのー、私以前言いましたよね。あのー、拡張マガジン、特にストックか。ストックがない銃では AP トレーサーをつけますっていうふうに私は言ってたんですよ。 なんもないんですよね。ま、しょうレーザーサイトつけます。ここはね、あの、なしでもいいと思います。アクセなし。あるいは、えー、勾配率スコープをつけて、オフセット。まあ、これもありでしょう。まあ、あのー、M39 なんでね。そういう運用もすごく似合うと思います。でもね、ちょっとね、バトルライフルワークとしては、こう、あまりにも心もとない。ね。 まあ、じゃあ、とりあえずレーザーにしましょうか。で、ここ。ヘビバレ、コンペン、マズル。ちょっとね、横反動も気になるし、かといって縦反動、初段の縦反動も厳しいんで、もう、この反動ごと潰して、えー、初段反動を無理やりに行くっていうのもいいし、まあ、ヘビバレもつけたい。ね、ストックも何もないんでね。もう、本当にね、これは悩みます。 私、未だにこれ決まってませんからね。結構使ったんですけど、あのー、どうしようかなって、未だに悩んでる。まあ、やっぱりその、バトルライフルの基本としてはね、ヘビバレ、スタビ、まあ、とりあえずこれをつけてみて、ダメだったら、えー、ヘビバレを、まあ、そのダメな方向にもよるんですけど、コンペンにしてみるとか、横ハンドを厳しいなと思ったらマズルにするとか、 ね、スタビーもアングルにしてみるとか。まあ、いろいろあるんですけど、あのー、この銃を使ってね、実際にどういう風に感じるかっていうのが人それぞれなんで、ま、なんとも言えない。ただ私はこれはもう、これで頑張りたい。あ、違うな。こうかななんかね、ちょっとタップ打ちをしたい気持ちがあるので、いや、でもね、そう、打ち方の話なんですけど、 反動があるからタップ打ちっていう風にしたいんですけど、あの、初段反動が高いから、タップ打ちとも別にそんなに相性がいいわけではないんですよね。だから、あの、初段反動をどうにかこらえてフロートでぶち込みたいっていう気分で使いたい人もいるだろうし、もうこれは諦めたと。単発で DMR のように使うと。そういう人もいるだろうと。 というところなんで、まあこのマズルブレーキとヘビーバレルがね、ちょっと、うーん、あの、初段ハンドさえ抑えてしまえば90、90,0.9か。0.9っていう縦ハンドはそんなに厳しいもんじゃないので、抑えられるんですよね。なので、まあもうあとはヘビーバレルで十分だよ、っていう人もいるでしょう。まあとにかくいつも通りですね、これはね。まあなんか毎回同じこと言ってるような気がするんですけど、 ま困ったらアングルつける。とりあえずはスタビーで頑張る。まあ、そんな感じですね。とにかく、ここ、ここの不遇がね、不遇というか、ここがあんまりなんでね、ちょっとね、おすすめしづらい銃かなっていう気はしますね。あんまりでしょう。なんで、あの、私の中ではね、評価これかなり低いんですよ。 このために DLC 買うとかっていう選択肢はまずないなと。よっぽどあの、M39 だとか、M14 だとかが好きじゃない限りはね、これを買う必要はないかなと、思います。まあ、これつけても、そこまでは変わりませんね。まあ、この初段を頑張って、押さえて使うか、どうするかというのは、 まあ、お任せということで、えー。実際にね、この銃使ってる動画っていうのはすでに上げてますので、えー、今回はここまでということにさせていただきます、えー。以上、ご視聴ありがとうございました。